ですね、レボルディア CNF っていうラケットを試打していきたいと思うんですが、このラケットに使用されているのはセルロースナノファイバーというファイバー素材が使われておるみたい使われてるみたいなので、せっかくセルロースナノファイバー入れたのに、ね、そういうとこ、まあ早速試打していきたいと思います。お願いします。インプレッション、なんか結構飛びます。なんか何ですか、当たった瞬間ボーンって飛んでいっちゃうイメージですね。ちょっとなんかカーボンにやっぱ近い感じはしますね。カーボンじゃないのにちょっとカーボンラケットっぽい感じです。なんか私ちょっと難しいかもしれないっていうのがちょっと第一印象ですね。ラバーまだ言ってなかったんですか？あ、ラバーちなみにあのディグニクスの 09C というラバーを貼っております。私が愛用しているラバーですね。ちなみに後ろから打つドライブはすごいやりやすい感じはします。で、なんか気持ちいい、なんか自分が思ってるよりも多分フォア 09C っていうのもあるプラスラケットも少し飛ぶので、なんかいつも自分が使ってるラケットに 09C 貼ってる時よりも気持ちもっと前に振らないと、なんか結構引っかかりあるプラス飛んでいくから、なんか難しいっていうちょっと印象はありますね。でもなんか多分女子選手よりかは多分その後ろに下がってちょっと距離取ってその卓球する男子選手向けなのかなっていう感じはありますね。ちょっとバックも打っていきます。球離れとかその掴む感じとかはどう？球離れはね、さっき言ったように少し早い感じですね。なんかあんまり球持ちがすごいいいっていう感じはしないんですけど、でもなんかコントロールはしやすいです。でもその回飛ぶから自分がしっかりなんかその力を伝えるポイントとかを意識しないと結構オーバーミスとかしやすいかもっていう印象ですね。なるほど、はい、ちなみにバックはテナジー19を貼ってます。19の方がラバー自体柔らかいから、多分ラケットはちょっと固めだと思うんですよね。だから多分柔らかいラバーと合わせるとなんかさっきのフォアみたいにすごい飛ぶなっていう感じはあんまりしなかったので、そのもしかしたら合わせるラバーがちょっと柔らかめの方がいいかもしれないですね。そうすると飛び差具合がその飛ぶ加減がすごいなんか収まりが良くなったっていう感じはします。ちょっと一回フォアで19で打ってみます。もしかしたらやっぱりその柔らかいラバーに
合わせるっていうのがすごい必見かもしれないですね。やっぱラケットが少し硬くてファイバー素材が入っているので飛ぶ分やっぱ硬いラバーを貼ってしまうと飛びすぎてしまうし、打球感、その球持ちがすごいいいわけでも多分ラケット自体はそんなにない感じがするので、それでラバーを柔らかくしてあげることによってすごいちょっとさっきより球持ちの良さをすごい感じました。そんな感じでしょうか。なるほど、やっぱ組み合わせは大事ってことですね。はい、やっぱラバーとラケットの相性はすごい必見ですね。重要だと思います。ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。